古都京都、歴史ある世界的観光都市。やっぱりでも外国人の方が多いですね。What about Kyoto? What do you feel about it? This feels to us more like home. Yeah. My daughter said that she prefers if she had to live somewhere here. Oh, yeah. Actually, I'm from Kyoto, so I'm really happy to hear that. Yeah. 訪日外国人数はようやくコロナ前の水準に戻りつつある。たくさん並んでますね。そこで叫ばれ始めたのがオーバーツーリズム。京都市内で問題が起こっていた。タクシーの運転手に話を聞くと、今撮れない、それ断ってるんですね。病院行くのも何するのもタクシーなんですが、その捕まらないと、うん、まだ本格的に回復していない中国の観光客が戻ってくると深刻な事態となる可能性も。京都市の門川市長は現在のオーバーツーリズムに対して警戒感をあらわにする。よろしくお願いします。京都というところは観光地と市民生活の場、これが分離できてない。レジャーランドではありませんので、だからそういうことも含めてどんどんと情報発信し、そして、理解してもらう。郷にいれば郷に従え、京都のモラルを遵守してください。京都の中心から北西に120キロ、車で2時間ほどにある丹後半島先端の町では、さらに深刻な問題が起こっていた。若狭湾に面した伊根町、人口わずか2000人、古くからの漁師町として静かに時を刻んできた。ところがここにも外国人観光客たちが押し寄せていた。こちらはフランス・パリから。彼らのお目当ては海沿いに立つ船屋。1階には船が収納されている独特な家屋だ。穏やかな海にまるで浮かんでいるように並ぶ家。この風景が SNS などに投稿されると、いわゆる映えスポットとして各国の人々を呼び寄せたのだ。しかし地元住民にとっては嬉しいどころか、こんな不満の声が。こう覗き込んだりとか、ちょっと入る一歩手前のようなところまで、侵入されるぐらいなことがあって、ちょっと困ってるっていうのは。タバコ吸ったりして、もう少し奥入って、やっぱり吸い殻が落ちたりしてるんです。ちょっと今まで の地元のこの動きっていうのか、生活を考えると、もう本当に異常なことになってます。もちろん船屋のほとんどは漁師たちの私有地。しかしそこにはアジア系とみられる観光客の姿がゾロゾロと出てきた。外国人観光客たちが生活の場に入り込んでいる。ここにも小学校の校庭にまで入り込んでいた。見かけるんですよ、そこのとこがあれ書いてあるでしょ。立ち入りを禁止する看板を立ててもあまり効果はないという。さらに観光客は両方歩くんですわ。右側通行やないし、右も両方、右も左もダーッと、でそこでこうスマホを撮りながら道の真ん中でこう動画撮ったりね。そのうち事故起きるなと。のどかだったこの漁師町に1年で
なんと30万人もの観光客が訪れる。明らかに受け入れの器を超えている。こうしたオーバーツーリズムの問題は京都だけではなかった。神奈川県の鎌倉市にある鎌倉高校前駅近くの踏切に世界各国の観光客が殺到。人気アニメスラムダンクのオープニングに登場し聖地となったためだ。車道にはみ出して写真を撮る人たち。地元住民は来てほしくないです来てほしく、邪魔でしょうがない。うまく共存する方法なんかできないかなとはね思うんですけどね。外国人観光客が急増した理由の一つに長引く円安がある。円安などにより訪れる観光客の数が増えている割には観光地に利益がもたらされていないという声もある。そんな中、京都市では独自のオーバーツーリズム対策を始めていた。高品質なホテルの誘致を行いました。私ラグジュアリーなホテルというのは少ないお客さんがゆっくりしちゃう、地域に迷惑もかけない、それならみんな地域と話し合って見取りましょう、地区は質だ、こういうことなんです。はい。京都市は高級ホテルを誘致するため上質宿泊施設誘致制度を制定。スイートルームの設置、狭い部屋がない、プールやフィットネスの併設など条件にかなうホテルなら立地や建設の制限を緩和したのだ。そうした流れの中、今年9月にできたのはデュシタニ京都。ラグジュアリーな感じのいい香りしますね。日本初進出、タイの大手ホテル。タイと日本の文化を融合させた長期滞在型のラグジュアリーホテルだと呼んでおりまして、ここはもうタイマッサージ専門の、はい、マッサージ室となります。客室も豪華だ。そうですね、はい、おっしゃる通りで。案内されたスイートの宿泊料はというと、時期によって値段は少し異なったりするのですけども、はい、大体こう80万円ぐらいこう前後で、うん、はい、販売させていただいております。デュシタニ京都の部屋数は147室。より客単価の上がる長期滞在を狙うためにこんなことも。現在京都のホテルにおいては約稼働を例えば 70%、80% 止めて少し余裕を持ってお客様に質の高いサービスをするという方に方向転換しているように見受けられます。観光産業は日本にとって欠かすことのできない柱。これから外国人観光客をどう迎えれば地域と共存できるのか今問われている。 It's very very nice. We enjoy it.The city, people, and the food is very, everything is okay for us. Yeah. It's magical. Like, it's really, yeah, it's a once in a lifetime experience to see this. タトラーデさんは地元での取材でしたけれども、どうでしたか？そうですね、実際に取材に行った日に限っては、コロナ前ほどそこまで混雑していないかなとは思ったんですけれども、うん、やっぱりコロナ禍でこうタクシーの運転手さんが減ったりっていうそういったコロナの影響っていうものもあって、まあ、オーバーツーリズムになっている現状はあるんだなというふうには感じましたね。あと昔からこう祇園の一番こう人が来るエリアで暮らしている方なんかは昔ながらのお店がどんどん減ってしまって観光客向けのお店ばっかりが増えてしまって街の様子が変わってしまったのはやっぱりそれは寂しい
ことだなっていうのは言ってましたし、まあ、観光に来る方もきっと昔ながらのものを求めていらしてるんだと思うので、そこってこうどういうふうにバランスを取っていけばいいんだろうっていうことは少し感じてしまいましたね。まあ、実際にこう、まあ、各地でオーバーツリズムが起こっていますけれども、はい、このオーバーツリズム解消には何が必要なんでしょうか。はい、そうですね、一言でオーバーツーリズムといっても、場所によって、はい、それから国によって、それから季節とかによって、まあ、全然様態が違うんですね。で、例えば京都の場合はその住民と観光客の摩擦だと思うんですけど、例えば富士山とか、屋久島とかそういったところは自然環境と観光客との摩擦ですよね。それはやっぱり問題の所在が変わってくるということで、こうすれば解決するということはなかなか難しいですし、まあ、実は欧米でもオーバーツーリズム問題になっているところ多いんですけども、で日本よりいち早くいろんな方策に着手しているところもありますけども、じゃあそれを日本にそのまま持ち込んだら解決するのかというと、それもそう簡単ではなくて、これまでなかなか特効薬がないということで、まあ、市長さんも悩んでいらっしゃいましたけども、難しい問題だと思います。僕タイに3年間住んでたことがあってですね、はい、タイって日本よりはるかに観光客多いんですよね。だけども結構吸収してる感じはそんなにこう、はい、こんな感じじゃないんですよ。日本はこれ特別こうちょっとキャパシティが小さかったりとか何か特別な理由があるんですかね。はい、いくつか考えられると思いますけど、はい、まあ、京都の取材があったので、はい、例えば京都の例で言いますと、京都に来る観光客のほとんどってみんな京都駅に集まるんですね。新幹線も近鉄もそうですし、それから関空や伊丹空港に来られた方もバスや鉄道で必ず京都駅に来るんですね。だから京都駅からどこかに行くバスとか鉄道とかタクシーとか、もう全部そこで詰まっちゃってるんです。で、まあ、パリもそうですし、バンコクなんかもそうですけど、そういったところが分散していて、ここだけに集中するというところがあまりないんですよね。ですからそういう街の構造とか、鉄道やその交通網の状況も街によって違っていて、まあ、京都はそういう意味では非常に苦しい状況に、まあ、ある都市の一つじゃないかと思っているんです。箇所に集まってしまう。そうですね、はい、一方で京都もまあ対策は行っているようで、 AI を使った混雑予想であったり、あと時間の分散、朝と夜観光をこう分けてっていう推進をしたりっていうこともあるんですけれども、はい、こうしたものの効果っていうのはどのくらいあるんでしょうか。はい、もちろん分散は今どこでも取り組まれているオーバーツーリズムの対策の一つなんですけれども、はい、じゃあみんな簡単に分散してくれるかというとなかなか難しくって、例えば私たちがパリに行こうとするとやっぱり最初はエッフェル塔とルーブルに行くわけですよね。だからリピーターの方は違うところをご案内することは可能ですけれども、やっぱり最初にいらっしゃる方はここに行きたいと思って来てるわけで、その方にじゃあ違うところにいきなり行ってくださいということはなかなか難しいですし、例えば清水寺も、はい、やっぱり夜も素敵なんですけど、初めて来た方はやっぱり昼間に見たいと思うんですよね。そうするとやっぱり夜にということで言うとリピーターの方だったらそれは可能なんですけども、必ずしもいきなりあちこち行ってくださいとか朝来てくださいとか夜だけ見ましょうということが全員にこう行き渡るかというと、そこはなかなか難しい問題だと。政府もオーバーツーリズム対策って出したみたいですけども、はい、これはどう評価されてますか。はい、これまで政府はどちらかというとずっと観光誘致に関してはアクセルを踏んできたわけですよね。でもずっと踏みっぱなし でようやくこのオーバーツーリズムが問題になって、まあ、初めて政府として対策を考えるということになった、まあ、それに舵を切ったということは私は評価したいと思っているんですけども、はい、個別の政策を見ると、まあ、やっぱり非常にこう細かいところを少しずつやっている感じがして、はい、じゃあこれでじゃあ解決するのかと、ね、格段に解決するのかというと、まあ、方針を示しただけと、で具体的なことは各地域でやってくださいというようなことに見えてしまってですね、まだまだこれは緒についたところで、実際に具体的にどうやっていくのかということは、まあ、もちろん政府のバックアップも得ながら、各自治体が本当に考えていかなければいけない課題になっているかなと思います。はい、例えばこの、ね、2番目とかだと誘致したはいいけどそこに受け入れるキャパシティがそんなにないとか、そうなんですよね、そういったこともなんか稲町みたいなことに、はい、さっきそうなんです、まさに京都市はあれだけ のスペースがあるので一定の観光客受け入れられますけど、人口2000人の稲にですね1万人行ったらどういうことになるかということが、これも同じようなことが言えるんですね。今空いてるからそこに
持っていけばいいと、じゃあ受け入れ側は準備があるのかということはきちんとやっぱりあらかじめかなり計算をして事前の準備をしておかないといきなり行きましたと。でさっきの鎌倉高校前も今聖地巡礼という形でアニメやそういったものでいきなり観光地になりますよね。だから後手後手になってしまって追いついていないということがないようにどうするかということが今問われている。